はい、えー、それでは今から2019年2回目担当式本試験回答速報動画始めさせていただきます財務会計論の担当はレクセンにこしかげと申しますよろしくお願いしますはい、えー、本日は担当式本試験本当にお疲れ様でした、えー、一日の長丁場の戦いがですね終わり、えー、まあ一休みつく間もなくですねまた明日からですね新たな戦いがですね始まると思いますけれども、えー、財務会計論のですね回答で揃いましたので簡単なね回答解説ですねお伝えしていきたいと思います はいでまず全体としての所感はですね、えーまあ、前回の担当式本試験,試験12月難易度が非常に高かったので、えー、それと比較すれば計算理論ともに優しくなったかなという印象を受けましたはいで、えーまあ、問題の形式ですがこちらのレジュメご確認をください一緒に見ていきましょう、えー、前回2019年1回目の12月担当式試験個別の計算問題が11台理論の個別問題が11台 計算理論がですね11台ずつという出題割合だったのに対して今回2019年2回目5月担当式試験は計算の出題が13台それに対して理論が9台で、えー、計算が増えて理論が減りましたただこの出題割合というのは2018年度の出題割合と同じなのでまあ、言ってみれば元に戻ったというところになりますまあ、個人的にはですね計算と理論の出題割合が11と11で前回のまあ12月の試験ぐらいのバランスがいいのかなと思ったんですが、えー、まあ、計算がね、えー、多くなったという状況ですはい でえー、総合問題はですね2018年度からは1台の総合問題に対して回答箇所6箇所、まあ、ここは変わりませんで、まあ、全体としての配点は計算はですね個別と総合を合わせると、えー、128点、ね、で理論が72点ですので、まあ、割合としては、まあ、3分の2が理論で3分の1が逆ですねすみません3分の2が計算で、えー、3分の1が理論というですね、えーまあ、そういった試験になりましたはい で、えーまあ、分量がですね計算増えた分だけ時間的な制約っていうのはやはりどうしてもきつくなったのかなと思います。えー、ここはまあ理論と比較すれば計算の方がどうしてもですね回答時間長くなる傾向ありますので、えーまあ、時間的制約、まあ、2台増えた分だけで少し、えー、のきつくなったのかなと、ね。ただまあ1台1台の集計量がそこまで多くないですし今回総合問題計算の総合問題が比較的優しめだったので、えーまあ、前回ね総合問題すごい難しかったんで、えーまあ、トータルで見れば、うんまあ、時間的制約っていうものも、まあ、前回 と同じかまあさらにはですね前回の難易度を比べれば前回よりもですね時間的な制約は、えー、緩くなったのかなという印象は受けます、ね。ただ単純にまあ計算が増えたっていうところをですね、えー、考えるとまあ厳しくなったっていう人もいたかもしれません。ね、まあここは難易度とのね、えー、比較でトータルとしては優し,優しくなったって考えられる人もね、えー、多かったのかなと思います。はい。 では、えー、理論の難易度から見ていきます、えー、理論はですね前回前々回と比較して難易度は、えー、優しめですね、えー、優しい問題が多かったかなという印象を受けました。で理論はですね全、えー、9台のうち前9台のうち正当可能性高の問題が7台ありましたただまあ正当可能性高の問題が多いといっても当然ね全て拾いくれると っていう受験生はそんなに多くないと思いますね。これ、やっぱり本試験の迫りくる緊張感の中でやっていればですね。当然ミスの1つや2つはね。出てきますので、まあ、それも踏まえていくと、えー、まあ理論のボーダーとしては72点満点の48点から56点ね。まあ、ここを取っていただきたいなとね。まあ、あのー、優しめなので、できれば56点ね。ここは狙っていただきたいんですが、まあ、ミスをしてしまって、えー、まあ1問落としてもやむを得ずというところで、まあ、48から56というボーダーを設定させていただきました。 はいで続いて計算の方ですね、えー、計算の方もですね、えー、前回12月試験と比較すれば個別のの問問題題もも総合の問題も優ししめになりましたただ、まあ、今ね優しい優しいということを連呼しているわけですけれどもただ12月の試験が難しかったので、えーまあ、それに比べて優しくなったと。 いうだけで、ね、全体としては、まあ、標準レベルの担当式試験、ね、個人的には実力差が反映される、まあ、いい試験だったのかなっていうのは印象として受けました。ねはい、で、えー、個別問題のです、ねえー、ボーダーは、まあ、104点満点で、まあ、56点から64点、えーまあ、ここもですね個人的には、まあ、優しい問題が多かったので、まあ、64点取ってもらいたいんですけれども。えー ただまあ下にもちょっと書いてあるんですが問題18だとか問題22はですね結構難しい問題で特にまあ18なんかはですねおそらく受験生ですんなりと回答できた方はほとんどいらっしゃらなかったのかなと思いますし問題の22もですねなかなかまあ税効果のですね将来の見積もりスケジューリングの部分を考慮していくっていう部分までですね受験上考えられた方ですねあまり多くなかったと考えられますのでまあここもですね 正当、まあ、なかなか難しいとでそういうことを考えるとですね、まあ、優しい問題が多かったとはいっても回答困難な問題があればですねボーダーは下がりますんで、まあ、全体の印象以上にボーダーは上がらないんじゃないのかなと思います。ね、それで個別の、えー、計算問題は104点中、まあ、56点から64点、まあ、できる方であればさらにここに上乗せは入ってくると、えー、考えられます、はい、で、えー、相互問題も優しめです。 で総合問題24点満点に対して、まあ、12から16でこの12の部分あとでコメントを入れていきますけれども、えー、3台はですね確実に取っていきたい問題です6台中の3台はそこの3台取りこぼしなく解、えー、答できればですね12点取れます。 そして残りの3台のうち1台正解できれば16点というところで、まあ、16点目指していただきたいんですけれども、ねまあ、ここは12点でも仕方がなかったかなと思います、えー、まあそもそも利益剰余金だとかですね親会社株主に帰属する当期純利益、ねえー、これを完全に埋没っていうふうに考えている人が多いと思いますんで、まあ、そうするとそこではあまり点差がつかないのかなとそう考えた時には取りこぼしの許されない3つを確実に取って12点、えー、まあこれでもですね、えー、計算問題はボーダーに乗るのかなという印象は受けますね、はい、12から16ですね、えー まあ十二でもやむを得ずというところでですね、トータルを見ていくと目標ラインはですね、えー、まあ二百点中の百二十点から百二十八点ですね、えー、まあ六割から、えー、まあ六割五分あたりここがですね財務会計論全体としてのボーダーになると考えられます。で、えー、当然ですね優しい問題が多いので計算ができそして、えー、まあ比較的精神衛生上ですね安定して受験できた方はミスが減りますので、えー、そうするとそこに一台 ないしは2台ぐらい上乗せをしてです、ねえー、そしてなんとかですね、えー、試験終了っていうですね受験生もですね、えーまあ、多かったかもしれませんはいで、まあ、一応ですね120から128取れれば、えー、なんとかというところで、えーまあ、ひょっとしたらプラスアルファ乗っかるかもしれませんけれども、ねまあ、なんとかね、えー、6割5分弱ぐらいはね、えー、取っていきたいと、えー、そういう財務顧客論だったと考えてくださいはい、で、えーまあ、ここはですねまず当日 回答をでですすねね確認してて作ってです、ね、まだ受験生の話をですねそんなに聞いていない状況ですので、えー、また来週ですね担当式本試験の、まあ、分析会ありますのでもう少しで、ね、1週間受験生とですねいろいろと話をして、えーまあ、いろんな情報をですね私もキャッチアップをしながらですね、えー、1週間後の分析会なんかでは少しボーダーを変えていったりだとかする可能性はありますので、まあくまでもねここは暫定的なボーダーだと思ってくださいい、ね、いそこねあらかじめご了承いただければと思いますはい。 えー、それではですね、えー、個別の各問題の分析に入っていきますが、えーまあ、時間が限られていますのですべての問題についてですね細かく触れるということはしていきませんね、えー、特に今回正答可能性高の変異な問題が多いので本当にテキストの説明通りのものはですねあまり触れていかないで、えーまあ、特徴的な問題であったりだとかですね、えー、あとは回答困難な問題についてですね触れていきます。はははい、えー、それででまずはですね と回答と難易度のですね。一覧表をですね。作りましたんで、ちょっと見づらいと思います。まあ、回答の方はですね。別途。回答速報という形で pdf データがウェブにアップされていますので、そちらの方をですね。確認してもらえれば、回答の方は綺麗にクリアにあの見れると思います。で、そこには正当可能性がついていないので、えー、ここはちょっと正当可能性についてまず始めですね。アナウンスをさせていただきます。まあ、多くの受験生知りたいのは、ね、基本全体のボーダーと正当可能性だと思いますんでね。 なので、まずはじめに正当可能性ですね。ちょっとはじめからですね、上げていきます。はい、じゃあ、問題の1からですね、問題の5まで。まずいきますが、正当可能性、こう、こう、こう、チュ,チュですね。こう、こう、こう、と。これが1から5までです。次、6から10までいきます。正当可能性6から10まで。こう,こう,こう、こう、こう、チュこう、こう、こう、次、11から15までいきます。11から15。 正当可能性こう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 、まあ、ここ全部こうですね11から15はすべてこうですこう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 ですねはい次問題16から20いきます問題16から20ですね中高低高高、ね、問題16から20中高低高校ですねで個別問題2題2122が中低です2122が中低、ね、で最後総合問題6題は 中高高高中中です。総合問題,6題は中中中高高,高中中で先に申し上げておきますと最後のですね、問題28は、えーまあ、連結キャッシュロー計算書の財務活動によるキャッシュフローを求める問題で、まあ、中にはしましたがここはですね正当可能性は定に近い中だと考えてください。まあ、なかなかねあの、まあ、ミスする要素も多いので、まあ、ちょっと迷ったんですが、まあ、一応ですね中とさせていただきました。 はいまあ、冷静な状態で見ていけば中かなとただまあ本試験なんかのですね緊張感を考えると、まあ、これは低でも仕方がないのかっていうことでちょっとね中のマイナスみたいな、えー、ちょっと中途半端で申し上げるありませんが、まあ、正当可能性は低に近い中だと思ってもらえればと思います、ね、はいそしてさっきも申し上げましたが、えー、利益剰余金問題23そして問題27の親会社株主に帰属する当期純利益は、まあ、そもそもですね切っちゃってるっていう受験生も多いと思います、えー、問題自体の正当可能性は実はそれほど難しくないんですが、まあ、切って実は埋没でしたっていう結果になることも考えられます、ね、はい えー、それではです、ねえー、個別の問題、一つ一つです、ねあのまあ、気になるところを見ていきます。はいえー、まずは問題の1、概念フレームワークの問題になります。理論はです、ね、間違った選択肢を中心に解説をしていきます。はいえー、まず問題の1です、ね、回答はイと A ですね、糸、A は丸です。なので間違っているのは、あと、うになりますが、まず、あですね、えー、キャッシュフロー計算書に関する定義。 構成要素の定義は、特に概念フレームワーク上設定されていません、ね、設けられていませんので、えー、キャッシュロー計算書について、構成要素として現金および現金同等物の定義のみがなされている、これ、罰になりますね、キャッシュロー計算書の定義は、ですね、特に概念フレームワークでは定義づけられていません、ね、はす、い、べ、まあ、て、ね、資産負債、純資産、株の資本、包括利益、ね、その他の包括利益、ね、純利益、収益費用ですね、えーまあ、ここで賄うことができると。 なのでキャッシュフロー計算書の定義っていうものはです、ねえー、付けられていないと。はい、で、えー、まず、あ、すみません、その他のおかず力もないですね。それでは、E ですね、すみません、E は、えー、丸なんで、う、えー、ですね、すみません、うですね。これ、純利益と包括ず力の制約になりますが。 まあこれ1の原則を満たすかどうかという話で、えー、包括利益も純利益も1の原則を満たしますが、えー、この選択肢は包括利益はその制約を受けないとありますのでここが×になりますはい。では続いていきます次が問題の2問題の2は財務諸表の用語に関する問題ですねはい。これは「あ」と「い」が「丸なので「えー、う」と「え」ここが×になりますね まずうですね、その他有価証券に自己株式が含まれるとする「う」の選択肢これはツですね、えー、自己株式はその他有価証券には含まれないとはいで、続いて「ですね。え」は見積もりの変更見積もりの変更なんで将来に向けてですね、えー、その影響を反映させていくという会計処理ですが「えー」A、の選択肢は全事業年度以前の財務諸表にさかのぼって 適用したと仮定をした会計処理を行うね。つまりまあ訴求処理をするっていうようなですね、えー、内容が見積もりの変更に加わっていますのでこれもバですね。はいここも確実に正解をしていかなければいけません。はいじゃ次ですね三番資産に関する問題です。三番はですね意と絵が間違いですね。えー、今まあ資産の流動固定分類一年基準が原則的な分類基準となっていますけれども、えー、まあこれは正常営業循環基準をベースにして正常営業循環基準でふるい落とされた 項目が1年基準で分類をするとそういう流れになりますので、ね、決して1年基準が原則的な分類というわけではありません。なので,で,す、ねはいでえー、最後 A ですが A は、えー、使用価値の算定に割引価値が利用されると。 えー、そこから使用価値も市場価格を推定していると言えるとありますけれども、まあ、概念フレームワークのですね講義、えー、中扱っている測定値レジュメの中にですね、えー、使用価値と、まあ、市場価格を推定するための割引価値これ別々に概念フレームワーク上は、ね、測定値として設けられていますので、えー、あたかもこの絵の選択肢は使用価値の中にですね市場価値を定推定する、ね、測定値もですね含まれているかの、えー、記述になっていますのでこれは×になります。 はい、これも概念文学のカタロのを思い出したかどうかというところが勝負でしたはいでは続いて問題の4、えー、問題の4は現金預金ですが、まあ、この現金預金結構難しいですね結構難しいので、まあ、一応正当化は中ですが、えー、ひょっとしたら解けなかった方結構多いと思いますなかなかこう見慣れない、ね、出題になっていますので、えー、ちょっと見ていきましょうかはい、えーまあ、問われているのが対釈対照表に計上される現金の金額ですねここも一つ引っかけとしてありますね でえー、まず集計していくところですけれども、はい、3の括弧の1番期末日に実際したところ小口現金が6万7500だったとただこの6万7500のうち、えー、500を返金していますので、えーまあ、6万7500から500を返金しているとだマイナス500ですねここマイナス500とはいで次、えー、括弧の2番自販機に 自動販売機に売上金を含む現金4,000が入っていたため手提げ金庫へ受け入れたが現金水奨帳小口現金水奨帳の基調が、えー、未基調だったということなんで、はい、ここは4,000加えていきます。加えていきますはい、で括弧の3番3の括弧の3番ですね3の括弧の3番は、えー、不え当たりのですね小切手、えー、これが小口現金水奨帳に含まれていましたが、えー、不当たりの小切手はですね 現金として処理しませんのでだからこの小切手の部分はマイナスをしていかなければいけませんはいマイナス1万5千とそうすると小口現金がですかですかこの3から算定できる小口現金これが5万6千になります5万6千これ5万6千ですねはいこれ小口現金5万6千じゃあ続いていきます続いては現金ですね現金勘定 えー、215万5千 50, 50これがベースですね万50 50これがベースで大金庫を確認したところと、えー、見渡し小切手ありましたこれきっかけですね過去の一番見渡し小切手ですけれども見渡し小切手は当座預金として処理をしていきますので現金としては処理をしていきませんだからここは特に集計の対象にはなりませんはい 続いて過去の番、過去の2番番は得意先振り出しの未記帳の小切手があったと、えー、ありますので、えー、これ特振出し、得意先振り出しの小切手なので、他人振り出し小切手で通貨代償券ですね。なので、この部分4万はですね、えー、現金に加えていきますよと。プラス4万。はいで続いて、建て替え金、ーね、の返済を受けたんだけれども、それが未処理だったということなので、返済を受けているので、これも現金としてカウントしていきます。はい、プラス4万,4万5万五千と。はい、で、えー、最後ですね。 えー、US ドル紙幣3000ドルがあって、ここのですね為替差益でプラス6000入っていきます、ね。為替によってプラス6000入っていきますので、まあ、これも集計していきますよと。はいそうすると、えー、現金勘定残高に今、チェックを入れた3つを加算していくと。えー

置き応えがあったのかなというところでまあ、本試験ではね、そういった余裕は感じることはできないと思いますが、えー、まあ、ちょっと難しかったかなと受験生にとっては酷くだったかなと、ね、現金の問題に難しいとはなかなかね考えづらいですけどもまあ、これはねまさに結構難しい問題だったかなと思いますはいでは続いていきます問題の5、まあ、ここ最近よく試験で出ているですねこの BS のどこどこの区分に計上される金額の合計額ね、えー、答えましょうって問題、ね、まさにこれ出ました問いの5ですね でえー、これに関しましては、まずベースとしては改革金7500支払いた方方1420、ここはそのまま集計をしていきます。はい、そして外貨建ての借入金あります。でこの外貨建ての借入金、ね、もう左にね BS 金が書いてきますが、外貨建ての借入金はこれ6480です。CR 換算して 6, で 未払いの利息が出てきますんで、その未払いの利息が108、ねえー、10になります。で、えー、次4番ですね、前前け金を、ね、そのまま、HR で換算したものですね、えー、1ドル110で換算したものですから、前受け金は660。はい。で、特別修繕引き当て金、ここは固定負債に計上されるものですから、集計の対象にはなりません。はい そして6番ですね、家賃の前受けをしていると、でこの前受け家賃が2800ですね、計上されますね、2800期末、当、まあ、期種に3年分受け取っていて、そのうち1年は経過していますから、当期末残るのが2年分、つまり2800ですね、これが負債に計上されると。はいで遠ざかり越し100 これは負債に計上されます、ね、流動負債に計上されます。短期借り入れ金ですから。流動債に計上されますで、まあ、問題はですね、えー、この借り受け金の部分ですね、借入金のうち200万は売りかけの回収によるものであることが判明したんですが、残りが不明だと。残りはですね、えー、これ200万230万のうち200万が。 判明したのでこれ残り30なんですねでこの30を、まあ、BS に適切に計上するということで,でこの部分はですね、えー、まあ募金の問題なんかだと借り受金なんかがあればですね生産をして、えー、まあ決算整理でね必ず借り受金消していかなければいけないとありますがあの、まあ、通常実務なんかではね借り受金あの計上される、えー、ケースが多いです。でこの前基本的にはまあ流動にねあの計上していきますんで、まあ、ここの判断がちょっと難しかったかなと思います。はい でかつ流動に計上した選択肢と流動に計上していない選択肢がありますからね流動に計上すると、えー、4番 19, で,で計上しないと、えー、要は借りる金30万をですね入れていかないと 19, で,です、ねえー、こ異なってきま,すでまあここは入れていきますからね全部加えていくと、えー、19,098で、えー、回答は4番になります。 はいまあ、ここも借り受け金の判断がちょっと難しかったと思いますよね。えー、普段講義なんかでは使っていかない部分ですので、えーまあ、ここはですね正当可のせを注意させていただきました。はい、で問題の6はですね謝罪でここはもうテキストの説明通りですから、えー、特に解説はありません、まあ、注意する点としては、まあ、1年間据え置いて発行時から2年後ですねここから抽選召喚をしていくというところぐらいですかね、まあ、あとはもうねテキストの説明通りですから。 まあここは説明割愛させていただきます。当然正当から話はこうになります。はい次問題の7ですね。えー、問題の7は BS に計上される無稽古資産の額これを求めていきましょうということで、まあ、ここも全然難しくはないですね。まあ、一応メモを入れていきます。はい商標権ですねこれは ×2 年6月1日に取得してで、まあ、無稽古資産ですから残存ゼロなんでね、えーまあ、そこから。 逆算していくと月額250のね焼却をしていくということになります。はいですんで、まあ、冬季末現在ですね、の年ですか ×4 年の現在、商標権、これは、ちょっとここも右にメモしていきますね、商標権、これで計算すると、えー、2万1500です、ね、2万1500ベースに計上されることになります。 じゃあ次、借地権ですね借地権はですねこれ幻想の対象になるんで,で回収可能価格4480、ね、これがそのまま BS として計上されます、まあ、土地にまつわる権利幻、ね、想の対象になりますよと、えーまあ、この部分でちょっと難しかったかなと幻、ね、想の対象になるのかなっていう、ね、判断に迷った方もいるかもしれませんが、まあ、一応、ね、入門テキストなんかでも、えーまあ、権利なんかも幻、ね、想の対象になるっていうことが書いてありますので、えーまあ、一応ここについてはなんとかできてほしかったかなと思いますはい で、えー、工業権については、これ、生産高、比例法が適用できます、えー。問題の資料の1番、生産高、比例法を適用できるものは生産高比例を、比例法を適用してくださいと書いてありまして、まあ、これ、過去問なんかでもねあの出ています。でこれ、生産高、比例法して工業権ね、えー、焼却していくと、工業権の登記、えー、末の残高は24万になります。はいで資料5番、まあ、これ、のれんですね、まあ他のもう、そのまま、合併の差額のれん、これ、68万出ますから。 68万を10年で焼却して3年経過後で40万8千と、ま円とこのようになります4年経過後ですすみませんのれんは4年経過後ですすみませんでした4年経過後40万8千円残ると で、これで、えー、金額を計算していくと、えー、67万3980で、えー、5番ですねはい67万十七万3980で5番になりますはいそれでは続いていきますで、続いて純資産会計ですがまあここも別に特に解説する内容ありませんでえー まあ純資産会計だったら基本的に分量多くなりがちですが今回はですね、まあ、分量は多くありません。で、純資産の分の合計額も与えられていますので比較的ですね、えー、早く回答はできたかなと思います。で、えーまあ、一応です、ね、変動する部分だけお伝えしていくとまずその他、有価証券評価、差額金ですね、その他、有価証券評価、差額金、えー、まず、あ、1円同期末に1万、えー、4000円だったと、ね。 でさらにそこからですね、これ7000増えますね、プラス7000増えていくと。そのというか、所見評価先にプラス7000増えていきますよと。はいまあ、取得原価と当期末時価、草額3万ですから、3万に税効果ですね、税率30%引いたら70%かけて、えーまあ、2万1000になりますからね、2万1000になるんで、プラス7000と、はい。で、次ですね、えー、資料2の× 1 0 0度の剰余金の配当ですね、剰余金の配当によって、えー まあここ何を配当原資とするか書いてないですけれどもただ結局聞かれてるのは純資産の分の合計額ですから何が配当原資であっても特に問題ないんですよね。その他資本上金でだっても、えー、繰越利益条でだっても、ね、どちらが配当原資だっても総額は変わらないんだよ、ねまあここは繰越利益上金を配当原資と仮定をして、えー、回答を作っていくと、えー、まあ準備金の積み立ても合わせてこれマイナス5万5千、ね。当然4分の1チェックをした上で、えー、まあ10分の1配当の10分の1が積み立て金の積み立てだと。 で利益準備金が、えー、プラス5000ですね。はいで、当期純利益プラス11万。プラス11万、ね。当期純利益プラス11万と。はい、であとは新株予約権の権利行使1万2000が権利行使されたので、新株権券なくなりますよと。で、それに対して自己株式処分してるので、自己株式もなくなりますよと。はいただ、その,その他資本剰余金ですね、えー、ここに差額が出てきます。 えー、その他の条件ここからですね差額出てきて、えー、1万ですね、えー、その他しの乗金が減っていくとはいでこれを集計していくと、まあ、つまりこの212万7000の ×1 年度期末にこの部分を加減算していくと回答が出てきますはい、まあ、回答6番ですねこれあこの合計があるので比較的楽に求められるかなと思います で、新株券の権利行使なんかね、迷ったら、もう仕分けを書いてね。新株券が一万二千減って、自己株式が三万五千減って。で、現金が一万三千ですね、入ってきてるんで、差額で、そのたちの条件のマイナス一万。ね、これが生じてると、えー、計算をしていただければと思います。はい。それでは、続いていきます。次が問題の九、出ましたね、えー。新基準、収益認識の新会計基準が出ました。えー、まあ、個人的な想定よりも、少しですね、細かい内容が出たかなと思います。ねえー、なので、まあ、正当化のせは中ですが、まあ、あっちは。 間違っててるとところとしてはまず消費税ですね消消費税です、ねはい、この消費税税このが取引価格に含まれるとありますが消費税は第三者のための価格になるのでその部分は取引価格には含まれないということでした、はいまあ、この部分はなんとか特別講座でやったところなので選択肢はですねなんとかご判断をしてもらいたかったとっいう気持ちはあります、はい、であともう一つですねここは少し難しかったかもしれませんが A ですね ふ普段考えて勉強しているかどうかというところがまあ如実に現れる部分ですがえまあ収益認識、ですね利行義務充足するときにねえ財またはサービスが移転するチェーンに伴ってまあ利行義務充足して収益認識するという流れになるわけですけれども企業が当該財またはサービスに対する支配を創出したか否かとありますけれどもこれ喪失だけじゃなくて獲得ですね喪失をは獲得と喪失をは獲得で獲得をしたときも当然ですね利行義務の充足ですね えー、そして、えー、財またサービスの移転というところに関わってきますので喪失だけじゃなくて、えー、獲得も入れてというところです。ね、ただ、まあ、喪失とといいいうところで違和感を覚える方が結構多いと思います、ね、なので、まあ、ここも判断できてほしかったところというかね、まあ、これはちょっと願望が入ってしまいますけれども判断できてほしかったというところではありますがただやはりですね、えー、当初のですね想定よりも少しですね細かい内容が出ていますので政党、えーまあ、からすれば中とさせていただきました。 なので、まあ、正解できなくてもこわ仕方がないかなと思ってくださいはい、えー、それでは続いていきます次がです、ね、問題の十特殊商品売買でこの特殊商品販売買もですね、まあ、意外と難しいですね非常にシンプルですけれども特に機械的に勉強されている方はですねなかなか解けなかったかなと思いますはい、えー、使用販売がメインの問題ですはいでここはですね少し下書きを一応作りました 内容としては使用販売と一般商品で,、ね、で対象勘定法ですね使用仮売上げ使用販売契約ありますから対象勘定法が採用されているとはいで、まあ、こんな下書きになりますねちょっと普段とは違って、えー、使用販売契約だとか使用仮売上げ勘定の分析があまり必要がない問題ですね、えー、つまりいつ思想したのかっていう部分の内訳がわからないんで えーまあ、普段ですね対象勘定で解いている使用販売契約だとか使用未就金の勘定を分析して解いていくっていう方法だとこれ使えないんですねただ、まあ、本質が分かっていれば実は簡単に解けていくとはい、えー、では見ていきます、まあ、ボックスとしてはこれも一般商品と合わせた、ね、仕入れボックスだと思ってください機種の商品とクリコ商品の機種と2つ入れて8000尺は陶器仕入れ期末のほうは486、えー、これは手元商品だけですね手元商品だけ でまあ、ここに実際のところ期末の使用品が加わるわけですけれども、ね、ただこの8694っていうものは何かっていうとですか、まあ、一般販売の売上原価でもありますね一般販売の売上原価あとは使用販売で当期に買い取りの一生時があった部分と当期末現在残っている部分の合計の倍かなんですねこの3780というのはそれをどこから拾ってくるかっていうと はい、こ,れこここれから寄ってきます使用品売上2700と使用仮売上1080ここの合計ですねこの合計が3780でこの合計が3780で当期に買い取りの一生児があった部分と当期末現在残っている使用品の要は買い取りの一生児がない部分の合計ですつまり当期買い取りの一生児があった部分と当期末現在残っている分の合計が、えー、まあこの3780で。 でこれを売価ベースでいくと、えー、一般売価のです、ね、20%増しが使用販売の売価ですから1.2で割り返してあげると一般販売ベースの価格に乗っていきます。はい、でここで一般販売の原価率出るんですね。これ84%。で84%と出ればあとは使用販売の原価率、まあ、0.84÷1.2 ですかね。で一般販売の原価率が70%出れますね。 はい、あとは当期買取りの一生児がなかった部分の倍価ここに70%かけて、えー、期末の使用品これが756と求まりますんで、えー、回答ですね BS 期末 BS の商品これが486と756の合計1242と求まります。ちょっと難しいですね。なんで普段の分析が慣れているですね分析がなかなか使えない分ですね少し難しく感じ方が多いと思います。 まあ、ポイントは、ね、この仕入れボックスの8694の意味ですね一般販売の売り上げ価と当、ね、期思想部分ごめんなさい当期買取りの使用時があった部分と当、えー、期末現在残っている使用品の、えー、合計額、ねまあ、この対応関係が考えることができたかどうかですね気づけたかどうかっていうところが一つポイントになりますはいそれでは続いていきます次が問題の11工事、まあ、この辺ですね えー、まあ使用販売もそうですし工事もそうなんですけれども。 まあちょっとこのの収益認識識を意識しているようなでですすねこう出題のラインナップです、まあ、実際、工事のところはですね、こてこての工事の問題っていうよりは、これは会計上の変更及び誤病の訂正に関する会計基準が絡んでくる問題ですから、通常の工事のね問題とはちょっとテイストは違いますけれども、ただ論点としてやっぱり工事やえ特掌員売買だとかは、ですね収益認識絡みの論点にはなりますので、やはりね、少しこうトピカルなところっていう意味では、これからの学習上、ね、 まだ残りね一年間、こ収益認識の解説基準が早期適用の段階ですから、1年間はですね、こう収益認識絡みの論点っていうところはね、勉強していく必要があるのかなと思いました。はい。えー、それでは、問題11ですね。工事で、まあ、これ計算自体は簡単です。計算自体は簡単で、まあ、一見見慣れないんで、あれ。 難しそうだなと思った方もいるかもしれませんがよく読んでみれば大したことはない問題ですね。もともと完成基準を適用していたんですけれども、えー、本来であれば進行基準を適用すべきだったと。で過去の誤尾を発見しましたよと。で過去の誤尾を発見したということはこれは早急的に修正をしていかなければいけません修正再表示をしていきます。でこのの場合、×2 年度の 売上高と特別損益の金額とありますが結局遡って修正さ表示をするということは当初から進行基準を適用していた場合と同じ結果になるとそういうですね売上と特別損益を求めていけばいいとでは当初から工事進行基準を採用していたかのような会計処理をすればそれで OK ということです。なでで全然難しくないんですねで当初から進行、ね、基準を採用していた場合の売上高、これ、×に年度は600、100万円ですね。はい で特にこれに関して特別損益が発生しませんのでここゼロになりますと。特に赤字工事でもないですしね工事損失引き当て金が、えー、設定されるということもないですしあとはです、ね、過去の誤秒の訂正で、えー、ここまでの、ね、差額、まあ、つまり昔の、ね、会計処理みたくですね 修正をするときの,の修正分を特別損益に計上するなんていう処理はですね今採用されていませんので、えー、なので特別損益がゼロになるということで、まあ、実は、ね、全然難しくない問題になりますはいなので、えー、回答は1番ですねはい当初から進興基準を採用していたかのような解、ね、決処理をすればよかったというだけですはい、えー、それでは続いていきます、えー、問題の12これ金融商品のキャッシュロー見積もり法の計算ですが、えーまあ、別にここもですね 本当にテキストの説明のままですから、えー、ここは解説の方は割愛させていただきます。本当に説明のままなんででは続いていきます。まあ、これ当然正解しなければいけません。次は問題の13で、はい、ここもね過去問で実は少し前に、ね、あの出た形式ですね。はいでまあ、これ実質理論の問題になります。 えー次の A から A はストックオプションの付与日から権利確定日までの間に計上される、はい、株式報酬費用の総額にどのような影響を与えるのかその影響について正しいものの組み合わせとして最も適切な番号を選びましょうということで株式報酬費の総額に影響を与えるか否かを A から A までの選択肢ごとに判断をしていきます、はいえー、まず A ですねストックオプションを付与した企業の株式の市場価格が変化したことに伴いストックオプションの公正な評価単価が変化すると。 はい、ただこれ構成の評価単価が変化としても条件変更以外は見,見直さないとね不要日現在の構成の評価単価を見直さないということなんで、はい、これは構成の評価単価が変化したことによって株式報酬費の総額はこれ変化しません。はいなので変化しないということで、ねまあ、変化しないに「あ」が入ってると。ね、でまあこの時点で3は5で絞れちゃうんですね。あの瞬間に えー、3オアゴに絞れてしまうと。じゃあ次いきます。ストックオプションを付与された従業員の退職による執行の見積もりに重要な変動が生じたと、ね。執行の見積もりに重要な変動が生じた場合はストックオプションの数に影響がありますのでこの場合は株式報酬費の総額は変動しますね。変動しますと。はい、変化すると。まあ、この時点でもう3と絞れてしまいますね。ただまあここはうとえも見ていきます。はい、うはい ストックオプションの権利行使価格を変更する条件変更を行ったことによりストックオプションの公正な評価単価が変化したとありますがこれ公正な評価単価、ね、条件変更によって変化した場合公正な評価単価が上がれば株式報酬費の総額は変化しますが公正な評価単価が下がればこれ従来の処理を継続して行うという処理でしたので、えー、変化する場合もあれば変化しない場合もあるということでこれうです、ねはい、で最後えストックオプションの対象勤務期間を延長する条件変更を行ったとで延長する条件変更 えこれは期間が延長するだけで株式報酬費の総額には影響を与えません影響を与えませんので,では株式報酬費の総額変化しませんということで3番が正解になりますはいえまあ出題の形式がねちょっと木をてらったようなですね変わった形式ですがまあ実際これいろんな問題になりますのでえ落ち着いて対処できた方はですねえ難なく正解はできたと思いますあとはね注意していただきたいのは株式報酬費の総額ですからね そうですからこの部分もですね見落としてはいけないところになります。ここはは注意深ささが要求されました、はいでは続いて問題の14、えー、ストックオプションの今度は計算です。こちらは簡単ですね。えー、ただまあなかなかこう見慣れないような取ま引ちだっとと思いますので資料1をもとに資料2の各ケースの株式報酬費の金額を求めてこの問いの算式の回答を求めていくと。 はい、ただ、これは別にケース1の場合の株式報酬費用の金額とケース2の場合の株式報酬費用の金額を求めれば OK というそういうい問題で、えー、まあ確かに、ね、見た目は変わっていますけれどもやることはシンプルです。はいまあ、下書きを書くまでもありませんが、まあ、一応です、ね、まずケースの1ですね、これ、構成の評価単価が下がるバージョンです。えー 8500当初の公正の評価単価だったものが8000に下がりました500下がっても当初の公正の評価単価の処理を、えー、継続するのみですから、えー、この ×2 年度の株式報酬費はこれは34,000になりますこうですね34,000、はいまあ、ちなみに ×1 年度の9ヶ月は25,500とでそうすると、えー、ケース1の株式報酬費これ34,000入ります でケース2の、えー、株式報酬費用ですね、えー、ここを、えー、求めていきますと、ケースの2は、ですか従業員1名当たり50個のオプションを追加付与しで、その追加付与のストークオプションの個成計算額は5000円です。もうこれはもう別のストークオプションですから、もう別のを計算するだけですね、はい。なので、ケースの2は1万1250円と。 で、すね、はいでえー。ケース1の、えーまあ、3万4000というのは別にもともとの条件と同じですからね、もともとの条件が3万4000で、ね、特にこのケース1を考慮しなくても3万4000、考慮しても3万4000で,で、考慮しなくても3万4000なので、えー、そこにケース2の条件を加えていくと、えー、ケース2の場合の、 株式報酬費用の金額は3万4000す1万1250で4万5250になりますね。えー4万とはいまあ、結局ケースの1の場合っていうのはこのケースの1を考慮してもしなくても3万4000ですから結局差額の部分っていうのはケース2の2だけを考慮した1万1250になるということですね。はいイイコール、えー、マイナス1万になりますよとはい。 えー、まあこれもケースの2はですねなかなか見慣れなかったかもしれませんがまあ本当に、ね、追加で新しいストックオプションを付与して、えー、別この計算をするというだけですねはい、えー、それでは問題の15いきます問題の15はセールアンドリースバック取引になりますはい、えー、セールアンドリースバック取引まあこれも別にテキストの説明通りですねで、えー、まあまず対象資産ですねバツ印4月1日に取得してそれを1年後に売却しています。 でこの時ですね売却益が95出ますが、これ、長期前受け収益になります、95の売却益ですね、えー、これを前受け収益と、超、まあ、前収と、長期前受け収益で置いていきます、95出てきますよと。で、えー、これ、売却価格が5195です、で今回、ですね所有権、移転ファイナンスリスト利益ですから、借り手の,り手の購入価格イコール貸し手の。 すね、すみません借り手の売却価格は貸し手の購入価格ですからごめんなさいね所有権一点ファイナンスリスト取引の場合は、えー、貸し手の購入価格これが分かっているとなので借り手の売却価格この5 1 9 5は、えー、リース資産の金額になりますよと、はい、であとこれをベースに原価消却をしていきますで、えー、今回の場合はですね所有権一点ファイナンスリスト取引で耐用年数と残存価格これ当初のものを引き継いでます 対応年数はもともと6年で,で、リースバック以後の対応年数は5年ということは、ね、1年経過して、えーまあ、当初の対応年数を引き継いでいますよね。で、残存価格も自己所有時と変化なしということは、残存価格、もともと600を引き継いでるということなんで、ね、所有権移転ファイナンスリスト引きで、かつ、対応年数と残存価格を引き継ぐ場合は、そもそも減価消却って変わりませんでした。だから、これ900ですね。そもそもも価消費は900と、はい あとリース資産の金額で、えー、5195ですね、えー、ここから、ね、か割る5年要は5195から対応年数を差し引いて、えー、定額を5年で割っていくと減、えー、価証費金はこれ919って出ますねであとは長期マイク収益これ取り崩すのが19になりますがこれ919はリース資産から控除していくものになりますので、えー、5195から919を差し引いた金額これがリース資産の金額です。はいここです、ね まあ単純に長期前受け収益を考慮しない原価償却費がこのリース資産から控除されますから、ね、長期前受け収益の部分はですねリース資産を減額させませんよね長期前受け収益を取り崩して原価償却費を減額するという処理になりますから、ね、なので900を差し引くんではなくて919長期前受け収益を控除する前の原価償却費を差し引くようにしてくださいそうすると回答が4になります、はい では続いていてきます久々に論が出てきました問題16対象給付の理論で、まあ、ここはですね、えー、ちょっと細かい内容が出ているので正解できなくても仕方がないところ正当可能性中です、はい、間違ってるところは「い」と「え」ですね「えー e ははい」ははいまあ著しく5か条の場合ですね給付算定式基準を適用した場合であってで著しく5か条の場合でこの場合は本当は補正計算するんですよね補正計算するんだけれどもただ補正計算を するといいったた記述が見当たらないつまり補正検査せずにですねそのまま通常より計算をしてねっていう選択肢になりますのでこれは×ですね。は,い、で,ここは判断できなけければいけませんで難しいのは A ですね、A はい。これ数理計算上の際の、えー、消却年数ですね費用処理年数が変更された時の会計処理であ費用処理期間を延長する時ですね これ未認識数理計算所の際の当機種残高を延長された平均残存勤務期間にも続いて費用処理するとありますけれども、はい、これはですねこの機種残高の部分つまりもともとあった数理計算所の際はこれは変更前の費用処理年数を継続していきますつまり当年度に発生した数理計算所の際は変更後のものを使いますがそれ以前にあったものは変更前のものを継続して使っていきますなのでこれツなんですね未認識数理計算数の際のの残高も変更後の つまり延長された平均残存勤務期間で費用処理すると書いてありますがそうじゃないですね記者さんのが変更前当期に発生した未認識の数量計算上の際から、ね、延長後の対象、ごめんなさい、残存勤務期間に基づいて平均残存勤務期間に基づいて費用処理をしていきますのでバツになりますただまあここはちょっと細かいので、まあ、正解できなくても仕方,が仕方がなかったかなと思いますはい。それでは次問題の十七ですね 研究開発ソフトウェア。ここは必ず正解しなければいけません。はい、企業結合において取得のタイプの一部を研究開発費に配分した場合これは費用処理しなければならないとありますけどもそうじゃないですね、えー。識別可能であればですねこれ資産計上していきます。ね、他の資産ほかのです、ね、受け入れた資産との整合性を取るために識別可能であれば資産計上するんで泡沫ですと。はい、えー、次「う」ですね。 まここもです、ね、計算で超典型ですから特定の研究開発目的のみに使用されたのを目的に使用できない機械装置を取得した場合はい、これは取得時のですね、えー、研究開発費として処理をするということでしたので資産形上をしていく旨の記述になるうわ×になりますはい、では飲んでいきましょうここも必ず正解しなければいけないところですねでは問題の18、まあ、これが一番難しかったかなというところですね問題の18、はい えー、こちらはですね、まあ普段と見慣れない、えー、指示があります。買いかけ金2000と、あとは予定取引3000をヘッジするために為替予約3000をしていると。ただ、この為替予約3000は、買いかけ金と予定取引に、外価格を基礎に配分するということなんですね。はいつまり、為替予約3000ありますよね。この3000の為替予約を 買掛金、これ2000と、これ2月15日の買掛金ですね。2月15日の買掛金と、予定取引ですね。予定取引の4月30日にですね、行われる予定取引の3000に分けていくと。この比率で分けていくんですね。なので、まあ3対2ですね。3対2の割合で分けていくんで、この買掛金の部分で予約されるのは、 予買いかけの部分で予約されるのは2000のちのうど1200、はい、これ予約されると予定取引の部分は、えー、1800ですねこれ予約されますよとはいなのでちょっとこっち書いちゃいますが残った買いかけ金だと800はこれ予約してないんですね予約できなかったと予定取引のも残った1200についてはこれ予約してないんですね こっち予約と,予約とこの改革金2000と予定取引の3000これをです、ね、予約する部分と予約しない部分に分けて計算をするということでしたこれがちょっと難しいんですねこの予定ごめんなさい予定取引3000と改革金2000をですね返事するわけですけどもこの為替予約3000を改革金2000に相当する部分と為替、えー、予約3000をすみません予定取引に 相当、えー、する分に分けていくと。はい、で、まあ、これが分かればあとはね、なんとか計算できるのかなと思いますが、ただこの発想ってのはなかなか難しいですよね。で、まあ、分かれば計算できると言いましたけど、それでもやっぱちょっと難しいですよね。はい。じゃあちょっとですね、いきますよ。×1 年度。×1 年度は、これ、改革金から見ていきますかまず予約をできなかった部分は CR 換算普通に改革してますからね。改革金の 予約外予約外からは為替差算益2400要はこれ800の、ね、予約できなかった800の改革金を CR 換算するわけですね,こ,れですねこの差額 CR 換算していきますよはいで予約した部分はこれ問題文の指示ですね為替予約振り当て処理をするとありますので時期時期と時期先に分けていきますまあ通常の時期時期と時期先です、ね、予約した部分ははいこれは 直々、えー、が、まあ、ここは、ね、各自確認をしてみてください、通常の,あの入門で勉強した振り合い資と同じですから、直々が2400で、直先がこれ1600です。で、これで ×1 エンドの為替損益ですね、です,からあのここすみません、為替損益全部書いてます、えー、これが、えー、6400ですね。 はい、これ6400と、はいで。予定取引はまだですね取引が実行されていないんでここから為替訴のに生じないということですね。で次、×2 年度ですね。×2 年度。はい、えー、改革期の方ですね改革金の方は、はい、予約外からはやっぱり決済時のレートで換算しますからね決済時のレートで換算しますから、えー、今度は期末から。 決済これ5月31日ですからね、期末から決済までのレートで換算するので、ここで為替損益が出てきますね、予約外ですよ、800の部分ですね、予約外の部分、800の部分で、えー、出てきます。えー、これが1600ですねです、予約外の部分。で、予約の部分は、国の場合は、時先差,差額ですね、予約の部分は、時先差,差額の罰2年度帰属分。これ、時先差,差額は、ね、もともと、えー、4800生じて、その4800を3か月間で配分していきます。 3月、4月、5月で。すね。で、3月部分は、えー、前期の子ですね、1600、前期に認識してるんで。4月、5月の部分、つまり、えー、3200ですね。3200、時期先策3200は、×2 年度の為替差損になりますよと。はい。で、改革金の方からは、えー、4800の為替差損ですね。4800ですね。はい。で、予定取引ですね。予定取引の方は、 予定取引のは、えー、予約できなかった部分ですね予約できなかった部分の、えー、1200から、ね、1200の為替損益が出てると予定できなかった部分はそのです、ね、予定取引した後の、えー、まの、あ、仕入れをですね4月30日仕入れてで5月31日に決済してるんでこの1か月間のです、ね、為替損益が出てくると1か月間。 予約できなかった分は1か月間の為替損益が出てくると、ね、で予約した分はねこれが為替損益出てきませんから、ね、はいそうすると予定取引からは1000の為替差損益とでトータル6000ですねトータル6000の為替差損益が出てくるとなので回答としては4番になりますはい、まあ、非常に難しいですね非常に難しいとだってまあここは 確かにねパッと見解けそうなんですよねパッと見解けそうなんで取り掛かった人も結構多いと思いますが、えーまあ、結果的にはできなくても問題がない、まあ、埋没問題になりますはいでは、えー、続いて問題の19はその他包括利益とその他の包括利益累計額に関する問題ですはいでここはもう P と S の その他有価証券評価差額金の前期末、当期末を比較するだけですね、はい P は前期末、その他有価証券評価差額金が1000なのに対して、当期末は1800ですよ。で、S の方はその他有価証券評価差額金、前期末400なのに対して、当期末がマイナス400ですと。はいじゃあ、まずその他の包括歴、フローですね。フローははいこれ、プラス800。 マイナス800ですすからここでで消えますよとはいでその他の包括利だですから非支配株主の部分もですねこれ部分影響していくとはいあここは注意ですねその他の包括利益ですから非支配株主の部分も影響していくと。 だからフローについては特に30%、70%で安分する必要はないんですがただ、えー、その他のおかず歴累計額の部分ですねはいこの部分はこ度はストックですねですかこっちフローですねこっちフローで、えーまあ、ストックの部分はこれは、まあ、当然 P はですねそのまま1800 P の部分は1800がその他のおかず力量計画で BS 連結ベースに計上されますけれども S の部分についてですね S の部分についてはこれ今までのですね累積つまり70%かけた累積部分が計上されますからはいなのでここですねかける70%で560部分ですねこれが計上されます そうする1800と,18と560マイナス560ですね1800とマイナス560で1240これが BS の値になりますはいあすみません PL じゃなくて包括例計算書ですねすみませんその他の包括,例ですから包括例計算書ですねすみませんはいまあフローの項目についてはですね えー、非支配株主の部分も、ね、考慮していきますけれどもストックの分については、えーまあ、親会社株主に帰属する分だけ拾い上げていくと、ね、はいなので、えー、1240つまり回答は1になりますはいまあちょっと難しかったですけれどもなんとかねこれも正解をしてもらいたかったというところで正統幹線はねこうにさせていただきました、ね、はいでは続いて、えー、問題20ですね問題20は四半期になります はい、ウはですね SS、市販機で作るかどうかというところで、あの株主使用の金額に著しい変動があった場合、市販機 SS の作成が求められるとありますけれども、これ、著しい変動があっても中期で対応していきますから、ウは×になります。はい、あとは、ですえ、ね、これ、市販機特有の税金費用の処理ですけれども、これ、税金費用の処理をですねマストとしている、つまりしなければいけないとしている、え、これは×ですね、あくまでも計算することができるという点ですね、はいまあ、ここは×なんで、まあ、これ、正当可能性、こうになります。はい、次セグメントですね えー、セグメントはまず「い」は簡単に判断できますね。集約基準というのがありました、ね。報告セグメントを決定する際に複数の事業セグメントを集約して1つのセグメントとしてはならないとありますけども、えーまあ、集約セグメントですね。えー、集約基準ありますから、ね、集約する場合があるということでバツです。ねはい、で A ですね、はい。まあここはちょっと難しかったかなと思います。ねえー、固定産の減損損失に関する報告セグメント別情報が経営者が実際の 実際に意思決定のために用いている情報に含まれていなければ当該項目を開示する必要はないとありますがそんなことはありませんよと、ね。開示する必要はありますよということでここがツですね。はい まあここは絵、ね、の選択肢の判断がちょっと難しかったあというところとあとはまあセグメントの理論が、ね、ちょっと手薄になっている傾向があるので正当からさら中途させていたただきました、はい、それでは個別問題最後ですね、税効会見になります。まあ、これもちょっと難しいですね。はい、まずこれ、一次歳の集計表を見ていくと、えー、国庫補助金が1万2800の将来加算一次歳でで、当、えー、期末の国庫補助金、これが9600の将来加算一次歳。 でその他、有価証券評価差額金これ、減損を生じてるんで、えー、全部純資産直入法を採用していますけれども、ここは法人税と調整額に影響を及ぼしていきますこれは減損小さい。で、前期末は特に減損ないですし、えー、全部純資産直入法なんで、まあ、一次債があってもね、これ、法人税と調整額の計算に影響がないんで、もうここは計算、考慮する必要はありませんよと。はい、で、まあ、この一次債の、えー、合計を出していくと、まず、前期末が。 まあ将来減産一次債の方で8700ですね8700で当期末がこれ1万7700となりますで税率の変更がありますんで、えー、前期8700に35%かけていくと、えー、かける35で3045なんですねで当期ここも難しいところなんですよ万 7, に 後税率32かけたいんですけどもただこれ、えー、スケジューリングの関係上です、ねえー、将来の一次債等加減3枚課税所得の見積もりが1万5,000ですからこれ1万5,000を上限として一次債の回収可能性っていうものを判断していかなければいけませんのでこれ1万7,700じゃなくてですか、はい、これ1万5,000をベースに4 32%をかけていきます。 だからここはでですね、ちょっと難しいです、ねはい、まあその6番の指示がどういう意味でね何であるのかっていうことが、まあ、分かるか分からないのかとかね判断できるかどうかっていうところになりますが、まあ、なかなかね判断するのは難しかったと思いますんでこれかけていくと、えー、1万5,000に32%かけていくと4800ですからこの4800と3045の差がここですね。 ここが法人税と調整額になります。えー、一七五五ですかね。はい。まあ一万七千七百としたいのはですね。まあすごい気持ちとしてわかるんですけどもね。ただまあこの指示あるのはねちょっと不自然ですから。 まあこれを考慮していく必要がありましたということですが、ただこれも埋没ですね。レセンスそこまであの考えられた受験生はほとんどいらっしゃらないですし、そもそもね、えー、まあ税効果のスケジューリングに関する問題っていうのはですね、まあ開業者の試験の中でも難しい問題で、まあ特に担当であればですね、そんなに正解質の問題とも、えー、言えないので、ねえー、まあこれはもうできなくても気にしたいというところになります。はい。えー、それでは最後総合問題ですが、総合問題はですね、細かく解説は特にもう入れていきません。必ず正解が必要な問題。さっきお伝えした通り。

まあ利益、上金なんか、付随費用ですね、過去のですね付随費用なんかは考慮できたかどうか、えー、親会社株主帰属する当期受抜きは、売却損益ですね、個別売却損益の修正、えー、これを考慮することができたかどうか、でまあ、財務活動のキャッシュローですね、まあ、ここはもうね、コツコツ集計をしていくということになりますけれども、えー、まあ集計量多んで、冒頭申し上げており、正当可能性、低に近いね、注だと思っていただければと思いますので、なんとかですね、総合問題で3代、えー、まあできれば4台というところを取りたいですが、まあ、とりあえずね、3台のところ、取れたかどうか確認をしていただければと思います。はい えまたですね、えー、分析会動画あとは過去問レビュー等でですね、えー、もっともっと細かい解説ねしていきますので、えー、まあとりあえずね当日の解答速報としては以上とさせていただきますはい、えー、そして、まあ、この担当式試験終わったらですね合格発表は1ヶ月後になりますけれどもただ、えー、8月の論文式試験がもうですね3ヶ月ないところに迫ってきていますので、まあ、ボーダー付近の方はですね すぐににの対策を始めてていいくくようにしてくださいこの1か月間っていうのは非常に重いですからね、まあ、3分の1の勉強期間がこの6月の合格発表までに期間として設けられるわけですからそこまでですねモヤモヤした気持ちでなかなか前に進めないという方も多いと思います特にボーダー付近の方ですねモヤモヤした形でですね前に進めないという人も多いと思いますけれどもただねそこをですねなんとか乗り切って、まあ、合格発表まではとにかくですね一心不乱に勉強していくと余分なことを考えずにですね勉強していくという姿勢で頑張って いかないと、ね、論文の合格っていうのが見えてきませんので、ね、合格発表になって受かってそしてま喜んでそして慌てて準備しても論文に間に合わないっていうね、えー、過去受験生は何も見てきていますので、えー、なんとかですねあの本当にもやモヤしてね集中できないかもしれませんがそこを食いしば、ね、っ,ってね、はいえー、それではですね当日の解答速報動画財務会計のは以上とさせていただきます。皆さん本本当に本日はお疲れ様でした